ハロー、お疲れです。ちょっとこうやってね、インタビューを俺がして、はい、あのファンの皆さんにナルを知ってもらうっていう、はい、コーナーなんで、はい、でテーマがあるんで、それに沿った話を、お気に入りの曲っていうテーマで、うん、まあ、ナルがよく聴いてる曲、うん、なんかある？曲を聴く人？あ、聴きます。うん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 。なんだろう。あ、藤井風のキラリスかな。おお。誰かいました？いやいや、藤井風って岡山の出身やから。お、知らんかった？知らんかった。あら、偶然、はい。そうなんよ。はい。だから言ったんかなと思ったら。いや、全然。へえ。そうなんよ、はい。それ、どういう時に聴いてんの？試合前、聴きます。お、いいね。が、主に。そうっすね。へえ。普段も聴いてるんよく。普段聴きますよ。今から何聴いて帰るの？アイコ聴いて帰る。渋い。今はちょっとアイコに話す。へえ。そうなんや。なんでかわかんないですけど、今来ました。今来た。はい。おもろ。確かに。そんな世代じゃないですけど。ねえ、そうやんな。生まれる前ぐらいじゃない？お母さん聞いてたんじゃないですかね。ああ、確かに。そんなイメージあります。ああ、それでなんか覚えてるなって感じなんや。そうですね、多分。で、ちょっと大きなって聞いたら、めっちゃいい。あ、ええやんって。今聞いたらめっちゃいい。そうなんや。昔の曲もね、ええのいっぱいあるから。そうですね。ぜひ掘り返して聞いてほしいなと思うんで、はい、また。こんな感じでいろんなテーマで聞いていくんで、はい、ありがとうございます。立ち寄ってお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、お疲れです。